メバルとは、チリバルパライソの近郊鉄道の愛称。運営する、バルパライソ地域近郊鉄道は、チリのバルパライソ地域の近郊鉄道を運営する、会社として1995年に発足した、チリ国鉄の子会社である。バルパライソ州の端に位置する、リマチェ駅とビニアデルマールのプエルト駅の間の 43km を結び、20駅を要する。 この路線は1855年に開通した。期間は 1676mm の後期であり、現在は直流 3000V の河川方式で電化されている。2005年11月には数ヶ月間の運休期間を経て、ビニャデルマール市内の一部区間約 5km が地下化されるなど、施設が大幅に改修されて生まれ変わったと同時に、電車は アルゼンチンのマターファーで製造されたアイスト、スペイン国鉄より購入した UT-440 からすべてアルストム製の新型電車トラップアリス100に置き換えられた。この電車は2両編成が27本用意され、1編成あたりの座席定員は144人であり、2編成を連結した4両編成での運行も可能である。2015年には 増発に伴い、同じく、アルストム製の新車である、トラパリスモズラーが登場した。運転時角は、日中12分間隔。また月曜日から金曜日までの朝夕ラッシュ時には、プエルト駅とサルヘントアルデア駅の間が6分間隔となる、時間帯がある。日曜、祝日には18分間隔となる。この車両は製造元工場の出資元コンソーシアムである。 フィアットコンコードの名義での輸出であった。ありがとうございます。